はい、こんにちは。サッパ TV です。最近のドライブレコーダーはミラー型でカメラが360度になったり、昔に比べてどんどん進化していますよね。今回はまたドライレコが新たな進化を遂げました。それが今回ご紹介するこちらのドライレコ、なんと SIM カードが挿せるクラウドドライレコです。SIM カードが挿せると何ができるかというと、従来のドラレコでもスマホと Wi-Fi 接続できるものあったんだけど、でもその場合ドラレコの Wi-Fi が届く範囲でしか録画映像をスマホで見ることができなかったんですけど、今回は SIM カードが挿せるのでクラウドドラレコとして、車の近くにいなくても自分の車を監視、チェックできるようになったというところが魅力ですね。つまりこれは防犯カメラ付きのドラレコみたいなものですね。自分の大切な車がいたずらされないか心配、24時間チェックできる状態にしたいって考えている方におすすめできる商品です。そしてドラレコで24時間監視するということは、電源を常時車から取らないといけませんね。バッテリー上がりも心配です。はい、ご安心ください。今回のドラレコにはパワーマジックプロという商品も付属されています。駐車中も車のバッテリーから電源を取って駐車監視が可能になり、バッテリー上がりを防止するように、バッテリー電圧モニタリング機能とタイマー機能付きのパワーマジックプロのセットになってます。はい、というわけで本日おすすめする商品がこちら。どこにいても24時間自分の車を監視できるクラウドドラレコ、ブラックビュー DR750 2チャンネル LTE です。24時間いつでもどこでも自分の車を監視できる SIM カードが挿せるクラウドドラレコとは一体どんな商品なのでしょうか。みんなが求めるインフォメーション、サッパ TV。 こちらがパッケージです。パッケージの方はとてもシンプルで、型番と写真が書いてあるみたいですね。で、まず最初のおすすめポイント、冒頭から言ってるように、こちらのドラレコは SIM カードを挿すことによってクラウド機能が使える。これによって24時間どこにいても自分の車のドライブレコーダーの映像を見ることができる。これがまず最初のおすすめポイントですね。このドライブのね、使い方とか映像もね、この後私のこの動画でやりますので、それでは箱を開けてみましょう。クラウドドラレコオープン、こちらです。まず手に取ってこのドラレコを見てみると、最初に思うことが、モニターがないんですよね。モニターがないとどうやって映像を見るんだって思うかもしれないんだけど、こちらは前から言ってるようにクラウド機能のドライブレコーダーなので、ほとんどスマホを使って映像を見たり、このドラレコの設定をすることになります。なので本体でいじれるのは電源オンオフだったり、あと録音のねオンオフができたり、あとは LED が光るので、今の設定、ドラレコの状態を確認するっていうぐらいですね。なので本当にスマホを使うのが多分メインになるかと思います。そしてドラレコの形もこのように筒状になっていて、皆さんがいつも持っているドライブレコーダーの形とはちょっと違うかもしれませんね。新しい形ですね。それでは本体はまた後でご説明しますので、最初に梱包内容を確認いたします。こちらがリアカメラですね。カメラの画質はフルハイビジョンで、実際に撮影した動画もこの後出てきますけど、綺麗な映像でしたね。で、あとはこれ角度調節もできるし、この赤い両面テープがあって、後ろのガラスにくっつけるって感じですね。カメラの大きさ自体は小さいので、後ろに貼り付けても邪魔にはならないですね。この横側に電源の端子がありますね。そしてこれがクラウドの有料サービス1年無料っていうのが案内で入ってるんですけど、もともと最初から無料のサービスも使えるんですよ。で、ちょっとね、分かりづらいかもしれないんだけど、この表を見てもらうと、フリー、スマート、フリートって3つのクラウドサービスがあって、その中のこのフリートっていう一番高い有料版のサービスを1年間無料で使えますよっていう案内なんですね。でもこの有料版のフリートっていうのは結構ビジネス用のレベルらしいので、普通に使うんだったらこの左側の自由ってこれフリーなんだけど、スマートとフリー、この2つでいいのかなって思います。で、別にこれクラウド入らなくても使えるし、このフリー一番左の無料のやつはタダで使えるので、で、ストレージが5ギガまで一応制限があるんだけど、タダで使えます。なので、わざわざ有料に入らなくても無料でも使えるので、それにこの無料のライブビュー10分間とリモートビデオ再生100回アラート通知があれば、大体メインの必要な防犯の機能は備わってんのかなって思います。
まあ、これで無料を使ってみてさらに上がいいって思ったら、まあ、その上のスマートの方に乗り換えればいいと思いますけど、まあ、ちょっとこのクラウドの話、この説明だけじゃ分かんないと思うので、また私のこの後でね、動画であのクラウドの説明しますので、まあ、梱包内容またちょっと続きやります。そしてこれが SIM カードのアクティベーションガイドということで、まあ、SIM カードの使い方ですね。まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、スマートフォンで、まあ、SIM フリーで SIM 使ったりとか経験ある方なら分かると思うんだけど、まあ、その SIM カードをこの機械に使えるように設定するっていうものですね。その設定の仕方で、どんな SIM 買えばいいかなと迷うかもしれないんだけど、ここにね、 SIM カードの購入先って書いてあるので、ここに書かれているのが一応おすすめしている通信業者っていうことらしいですね。まあ、ちょっとその SIM カードのね、設定が難しいかもしれないけど、それが終わればあとは普通に多分問題なく使えると思いますね。あとは商品ページとかホームページとかにもね、多分書いてあると思うので、まあ興味ある方はそちら見てください。そしてこちらが説明書ですね。まあ、先ほどのがアクティベーション、 SIM の説明書で、こちらが本体のドラレコの説明になります。説明書はね、日本語でとても分かりやすく書いてありますね。変な日本語とかもないし、読みやすくて分かりやすいですね。あとは取り付け方法もね、このように書いてありますけど、まあ、ドラレコなのでね、この辺は同じですね。こちらのドラレコは前後の2台カメラなので、まあ、フロントとリアに1台ずつ付けるって感じですね。まあ、従来の2台タイプと同じような感じです。あとはこちらね、 GPS も搭載されていて、まあ、専用ビューアを使えばこのようにドラレコ映像と走ったルートを確認することもできます。あとはドラレコの性能がね、このように書いてあります。まあ、操作方法とかドラレコの設定は私の方でもやるので、説明書はこれでおしまいにしましょう。これがドラレコ本体とリアカメラをつなぐケーブルですね。まあ、ちょっと端子がね、あまり見たことない独特な端子ですね。これがドラレコ設置するときの内装剥がしですね。これは今回 SIM カードを使うので SIM ピンが入ってます。これがマイクロ SD カードをパソコンに読み込ませるときに使う USB アダプターですね。これがドライブレコーダー貼り付けるときの両面テープの予備ですね。これがドラレコの配線を止めるクリップですね。こちらがドライブレコーダーに電源供給するときのシガーソケットの電源ケーブルです。そしてマイクロ SD カード 32GB が付属してきます。ありがたいですね。以上が梱包内容になります。それでは本体を見てみましょう。本体はこのように筒の形になってますね。そして最初にお話しした通り、操作画面がない、モニターがないっていうのが特徴ですね。で、この正面にカメラがありまして、カメラもね、これ後でまたお見せするんだけど、とっても綺麗で、おすすめなのがフルハイビジョンで 60fps なんですよ。ドライブレコーダーの映像で車の走る映像だから結構速いんだけど、 60fps で普通常の30フレームよりも滑らかな映像が撮影できるっていうのはおすすめポイントですね。あとはこのようにドラレコね、一周ぐるりとしてみても特に変わったところはなさそうですね。まあ、そこに LED があるの分かりますかね。ここで現在の状態が分かりますね。ここに REC、GPS、Wi-Fi って書いてあるので、まあ、これ見て機能してるかどうか確認することができます。あとはこの赤いテープが両面テープで、これでフロントガラスに固定します。そして横の側面行くと、ここにセンサがあって、手をかざすことで録音のオンオフを設定できます。そしてその反対に行くと、こちらに端子類が集まってますね。フォーマットボタンと電源端子とリアカメラ端子と Wi-Fi ボタンです。そしてこの端子類のカバーが外せるんだけど、この中にマイクロ SD カードの端子が入ってます。あとはカメラの角度調整は、このように台座とカメラが回転して角度調節できるようになっています。そして SIM カードの挿入口なんだけど、このように固定する台座が外れるので、外れるとそこの側面に SIM カードのアダプターが入ってます。取り出し方もスマホと同じですね。 SIM ピンを挿してアダプターを引き抜く感じです。これも SIM カード入れてある状態です。ブラックビューは安全運転をお手伝いします。上下録画を開始します。でこのように車の電源つけると、この LED が点灯しますね。で今の状態が分かるようになってます。でこれモニターがないんで、まあちょっとそのモニターがない分すっきりはしてますね。
まあ、上とか端っことかにね貼り付ければそんなに邪魔にならないかなって思います。であとここにもねセンサーがあって、ここ触るとまた操作ができるんですね。これなんか録音を終了します、多分録音のオンオフなのかな。でもう一回触ると、録音を開始します。こんな感じでここにもセンサーがあって触って操作することができます。それではね、アプリを使ってドラレコを操作します。まあ、最初に言った通り、まあ、こちらは操作画面がないので、ドラレコを操作するときは、このアプリを使ってスマホから操作をします。これが最初のアプリ画面で、クラウド操作する場合はあの左側、カメラとの Wi-Fi 接続をする場合はこの右側をタップします。で、ビデオがあるとこちらにビデオ出るんだけど、まあ、今出ないんだけど、また後でね、映像を見せます。そして設定画面がこちらですね。このファームウェアっていうところを押すと、このようにドラレコの設定画面になって、いつも使ってるドラレコと同じような設定ができます。これが画質の設定みたいなんだけど、もう解像度はこれフル HD の 60fps でもう固定されてるみたいですね。フロントがフル HD 60fps で、リアがフル HD の 30fps になってます。でその下に画質をね調節できるんだけど、これはこの今見てるスマホの画質でしょうかね、ちょっと分かりませんけど、あとはナイトビジョンとか明るさとか調節して、明るい暗いを調節できますね。その下行って駐車モードですね。駐車モードのオンオフや、あとタイムラプスも使えるみたいです。あとは駐車中にリアカメラのオンオフ選択できますね。あとはこれが G センサーの感度ですね。これも常時録画とか駐車録画時にどのように変化させるかっていうのが細かく設定できますね。衝撃を受けた時にそれを感知して自動で撮影してくれるモードですね。あとはこのモーション検知っていう、映像から録画を開始するっていう設定もあるみたいですね。あとはこのように他にもドライブレコーダーでいつも備わっている機能はありますね。あとは言語ですね、まあ、言語日本語ありますけど、他にもたくさんの言語あります。あとはスマホのアプリでドライブレコーダーの映像を見ることができます。でそのままねスマホの中にダウンロードっていうのもできますね。これがスマートフォンで見たドライブレコーダーの映像ですね。ちょっとスマートフォンだからね、あのサイズが小さいから見づらいかもしれないんだけど、まあ、こうやって大画面になったりできますね。でフロントとリア両方もちろん見ることできるし、次にクラウドの説明するんだけど、クラウドの場合だと自分がどこにいてもこの映像が見れる、それがクラウドの良さですね。それでは次にね、このドラレコの目玉、クラウドについてご紹介します。車を駐車場に停めてるときに車上荒らしにあって、なんかドア無理やり開けようとして揺れたりとか、なんか知らない車が駐車してるときに勝手にぶつかったとか、そういう衝撃を感知してお知らせをね自分のスマホにしてくれます。これもありがたい機能ですね。まあ、どんな感じかっていうと、例えば何か衝撃を受けました、こうやって、これが、ね、今衝撃、カメラが揺れたっていう衝撃、そうするとこのように見えます。今ブラックビューが衝撃を検知しましたっていうお知らせが来ます。これはいいですよね。自分の大切な車をどっか駐車場に止めといて、誰かが車上荒らししようとしてドアノブをなんかこうガチャガチャやって衝撃を受けたり、なんか駐車が下手な人が自分の車を当て逃げした、そんな時に車に振動があった場合に、その時すぐ自分のスマホに連絡が来る。であとはこうやって開いて、ここに通知って来てるから通知のところを押すと、このように駐車モード中に衝撃が検出されましたと出るわけです。クラウドとドライブレコーダーの Wi-Fi の違いは、このように自分が遠く離れてても、車から離れてても、まあ、こうやって車の現在地とか車の今の状態、カメラの状態ですね、前に後ろに何が映ってるのか、そういうのを離れた場所にいて確認することができるんです。例えばね、買ったばっかの車を遠い駐車場に置いといて、
車のことがすごい気になって、なんか不審者とかいないかなとか思った時に、クラウドから自分の車にアクセスして前後のカメラでその車の周りの様子を見るとか、他にも当て逃げされて車が衝撃を受けた時に自分のスマホに通知が来る、何時何分に揺れがありましたって、そのね録画の映像がこれですってわかるわけです。これは本当、車買ったばっかの人か車大事にしてる方、こういう機能をね欲しいと思ったことあるんじゃないでしょうかね。でこの最初に説明したクラウドのプランが3つあって、1つは無料で、あとの2つが有料、フリー、スマート、フリートっていう3つのねプランがあるってお話ししましたね。でフリープランだと、まあ、制限はあるんだけど、ライブビューが1日10分まで見れて、あとダウンロードが100回かな。実際このクラウドの機能を見ると、まあ、大体イメージがつくのかなと思います。まあ、細かいことはホームページに書いてあるので、そちらを見てください。それではこれが実際のドライブレコーダーの映像ですけど、これがフロントの 1080p の 60fps ですね。映像はまあ普通に綺麗だと思います。もう本当、まあ、最近のドライブレコーダー綺麗だけど、その中でも少し綺麗な感じがしますね。これがリアカメラの映像だけど、前方のカメラもリアカメラも、まあ、しっかりナンバー撮れてますよね。トラックがこうやって走っててもかなり鮮明にナンバー映ってると思います。なので本当ドライブレコーダーとしては十分性能のいいカメラじゃないでしょうか。こちらが夜間ですけど、夜間もご覧の通り普通に綺麗ですね。なんか本当ビデオカメラで撮影してるような綺麗さだと思います。まあ、そしてこの前方が 60fps ということで、まあ、普通に見てる分にはその後ろと変わりないけど、多分スローにしたらこの 60fps なので鮮明に映ってると思います。まあ、そこも何かあった時に綺麗に前方の方残せるので、まあ、30fps よりはいい映像になってると思います。こちらが夜のナンバーの見え方だけど、まあ、左側にバスがあってナンバープレート映ってると思いますね。ちょっと角度が悪かったかもしれないですけど。そしてこちらが、まあ、民家の夜の街灯が少ない暗い夜道ですね。で結構明るく映ってるんですよね。これでもここら辺結構暗いんだけど全然明るく映ってます。まあ、車のヘッドライトもあるんだけど、でこれが後ろなんだけど、後ろはやっぱり前に比べるとヘッドライトがないので暗く映るけど、まあ、それでも全然十分しっかり撮影できてるんじゃないでしょうか。はい、というわけでブラックビューのクラウドドラレコのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。またね、最近のこの新しいタイプのドライブレコーダーですね。今までにはなかった SIM カードを挿すことができるドライブレコーダー、まあ、これによって、まあ、何度も説明しますけど、24時間どこにいてもどっからでもね、自分の車のカメラにアクセスすることができて、自分の大切な車を守ることができますね。まあ、ちょっとねお値段がね4万円と少し通常のドライブレコーダーよりもお値段するかなと思うんだけど、まあ、それでも本当に自分のねすごいそれ以上に価値のある自分の高い車を守るアイテムだと思えば高くはないなっていう考えもあると思います。はい、それではそろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。